アンペアブレーカー。アンペアブレーカーとは、日本の電力会社と需要家との間で契約された、電力、すなわち、契約アンペア値を超える電流が流れた時に、電気の供給を自動で止める装置のことである。日本のいくつかの電力会社と需要家との間で、アンペア制と呼ばれる、電力需給契約がなされた場合に用いられる、契約用電流制限器であり、リミッターや、 サービスブレーカーまたは契約ブレーカーと呼ばれることもある。電気回路を開閉するスイッチの機能もある。一般家庭では玄関や廊下などに設置される、運電盤内の左側に置かれることが多い。日本では法により、電気、電力は財物とみなすとされている。すなわちその使用権は、小取引の対象となるものであり、電力は電気事業者。 電力会社と需要化、電気購入者の子、各家庭などとの間での契約、電力受給契約に基づき、電力会社から需要化に原則として優勝で引き渡される、販売される。アンペアブレーカーは基本的に小取引、すなわち電力の販売量が需要化との契約量を超えないようにするために用いられるものである。アンペアブレーカーは電力小売事業者、 2016年3月までは、当該地域を管轄する電力会社の電気供給約款に基づいて、需要家と電力会社との間で受給契約を締結した後に、当該地域を管轄する送配電事業者、同、当該電力会社により、需要家の需要設備の直前に設置される。例えば、関東地区で東京電力、エナジーパートナー、同、東京電力と需要家が、 重量電灯、B で契約る場合、10A から 60A まで7種類の契約があり、それぞれに、東京電力、パワーグリッド、同、東京電力により、アンペア値の違うアンペアブレーカーが設置され、可表参照。設置後は、増量や撤去など採掘されないように封印される、特に電力量計の下線が接続される、電源側、近年は廃止されつつある。 他地域の電力会社と契約する場合でも地元の送配電事業者が設置する。例えば関東地区で中部電力と需要家が家庭ネプランで契約する場合、地元の送配電事業者である東京電力パワークリッドがアンペアブレーカーを設置する。逆に東海地区で東京電力エナジーパートナーと需要家がスタンダード S で契約する場合、 中部電力がサービスブレーカー、中部電力における名称を設置する。日本では電気事業法のもとに複数の電力会社があり、それぞれが別の企業体である。そして電力は基本的に有形物の取引と同じ扱い、商品である。したがって電力会社の電気供給約款は各電力会社ごとに異なる。電気供給約款に電流制限機のない。 関西電力、中国電力、四国電力、沖縄電力では、受給契約を締結しても、アンペアブレーカーは設置されず、需要化の主管ブレーカー、漏電ブレーカーや安全ブレーカーに直接、電力量計の出線が接続される。これら4社の場合、需要化の主管ブレーカー、すなわち保安用主管ブレーカーの容量が直接、電力会社との契約量になる。つまり、 これら4社のエリアにいる事業家は、それぞれの電力会社の電気供給約款にある指定容量の主管ブレーカーを事業家側で設置して電気を購入する。したがって、同じ契約名称、重量電灯でも電気供給申し込みから給電開始まで実態はかなり異なり、不具合が生じた場合の対応なども異なる。なお、設備負担範囲などについては、 例えば建物までの引き込みは電力会社以降電力量刑まで需要化電力量刑は電力会社これ以降は再び需要化といったように細かいので詳しくは内線規定の付録までまた各電力会社の電気供給約款などを参照されたいアンペアブレーカーと呼ばれることから一般には漏電遮断機や 真空遮断器と同じ遮断器とみなされることがあるが、全く別物である。漏電ブレーカーや安全ブレーカーは、電気設備技術基準、電気設備に関する技術基準を定める省令に基づいて設置される保安機であり、漏電や地絡といった電気回路の故障が原因で引き起こされる、関電事故や電気機器の損傷などを防止する目的で設置される遮断器である。したがって、 需要家の電気設備については、需要家の責任において必要な箇所に必ず、設けなければならないものである。このことから、その遮断特性などはそれぞれ保安上必要な、基準以上のものされている。一方、アンペアブレーカーは、電力会社と需要家の間で契約された、最大電力、すなわち契約アンペア値を超える電気を、需要家が使用した場合に、 自動で電気を止める目的のために設置さる契約用遮断器であり、電力会社独自のものである。したがって、アンペアブレーカーの遮断特性などは、各種必要な安全基準を満たしてはいるが、口述のように特殊なものがあり、アンペアブレーカーは一般的な電流制限機とも厳密には異なるものである。また、漏電ブレーカーや安全ブレーカーなどが需要家の所有。 管理物であるのに対し、アンペアブレーカーは、電力会社の所有、管理物であり、市販、一般販売されておらず、不具合が生じた場合でも、需要家側で、メーカーから直接取り寄せて、勝手に交換するといったことはできない。電力会社に連絡して交換してもらう形になる。なお、一般家庭などでは、アンペアブレーカーが動作して、家全体が停電状態になっても、 またその後に設けられている安全ブレーカーなどが動作して家全体あるいは部分が停電状態になってもともすればブレーカーが落ちた切れた東海地方ではブレーカーが上がった中部電力管内では上がるとオフのためギャラリー画像を参照と表現し同じこととして安易に扱いがち説となったブレーカーを再び入りにするである しかし、どのブレーカーが動作したのかによって、その原因は否、な、場合によっては感電など人身事故に至ることにもなりかねないため、明らかにいわゆる一時的な電気の使いすぎなど、その原因がはっきりしており、それを取り除くことができる場合以外、安易にブレーカーを再度、入りにせず、専門業者などに連絡し、原因を究明してもらう必要がある。アンペアブレーカーは、 契約電流の制限に用いるものであり、保安目的のものではないことから、配線用遮断器などとは、動作特性が全く異なる。ある電力会社の 30A 炭酸用、アンペアブレーカーであれば、つまり 100V 炭酸で 30A、これを合成動作計画電流というとなる。結果として、不可合計3区場で遮断することになる。したがって 30A のアンペアブレーカーがあっても200。 ボルト負荷で 30A 使えるわけではない。一方で、同じ電流値である 30A の配線用遮断機の場合、各層いずれかが 30A を超えないと遮断しないため、200ボルト負荷でも 30A 使える点が相違点となる。単層三線式の需要下で 30A の配線用遮断機を設置して、主回兵器契約をする場合、契約容量は3区場ではなく6クバ、6区場。 200V30A となる。この場合、L1、l にいずれかのアイデン流が 30A を超えると、遮断するため、L1 消か、L2 章に負荷が偏った場合、契約容量に達しないのに遮断される。問題点が生じる。問題を防ぐためには、あらかじめ負荷の振り分けにおいて、一方に偏らないように工事しておく必要がある。 この10アンペアブレーカーによる契約電流制限は、アイ電流の輪により遮断するた、負荷が片方によっても、前日の問題は発生しない。アンペアブレーカーは、アンペア値によって、ブレーカーの色が決められており、それぞれ基本料金も異なる。対応は、以下の通り。アンペア値に対するブレーカーの色は、各総配電事業者、2016年3月までは、各電力会社規定である。 料金は本体価格。いずれも重量電灯 B で契約した場合、名称の記載がない場合はアンペアブレーカーである。30A まではハンドルに、40A からはブレーカー本体に色がついている。20A のものはハンドルの色がのものもある。2016年3月までは東京電力東京電力。 エナジーパートナーのスタンダード S も 60A までの契約では、重量電灯 B と同様に設置される。このほか、重量電灯 A の 5A 契約もあり、ブレーカーの色はである。契約電流ごとの契約ブレーカーの色分けをしていない。1992年以前に製造のブレーカー本体の色は 50A が、60A は、 アンペアブレーカーを使用しない、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 マンション一括受電サービスに移行する場合、または、その逆その業者の指定品に交換される場合がある。やはり電気供給約款に記述がある場合に設置され、記述がない場合は撤去される。撤去する際に、上下の配線を接続するだけの端子台に、 交換される場合もある。ブレーカーの色や形は、地元の送配電事業者、電力会社、2016年3月までは、一般電気事業者のものとは異なる場合がある。これに対して、小売事業者を新電力や他地域の電力会社に変更した場合は、送配電事業者の変更はないため、ブレーカーはそのままである。東京電力の旧型ブレーカー、金属製のカバーがあるもののうち、 ある時期までのものには 10A 品に、I、15A 品に、ドル、1と5の組み合わせと思われる、20A 品に、2、30A 品に、3の表記がある。ハンドルの切れ側は無表示、入り側に表示がある。その後のものは10.15、20.30と、数字表記に、ハンドルは説、入りに変更された。表示が切り替わったのは、概ね1980年頃と思われる。 両者ともカバーの色は現行品の本体色と同様。東京電力当時は2015年8月からスマートメーターで契約アンペア値を設定する契機 SB 設定を開始した。これはアンペアブレーカーの代わりにスマートメーターに契約アンペアを設定することにより一定時間その値を超えた際にスマートメーターが自動で遮断するというものである。このサービスにより 需要家は小売事業者に連絡するだけでアンペアブレーカー交換工事を待たずに契約アンペア値を変更できるようになった。新規契約の際にこのサービスを利用する場合、分電盤はアンペアブレーカーのスペースのないものを用いる。アンペアブレーカーがある場合は前日の場合と同様に端子台に交換される。東京電力パワーグリッドは2016年7月から 60アンペア契約までの新規契約者、工事を伴う場合、季節配線がある場合はこの限りではないおよび、既存契約者の内蔵原料希望者に対しては、腹として、契機、SB 設定を利用して、アンペアブレーカーを設置しないことにした。電力会社向け品は市販品ではないため、各社とも詳細を掲載していない点に注意。 一般市場向けとあっても市販しているものではなく、マンション一括受電サービス業者向けのものである楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。